ラジオはホットキャスティング赤瓦長瓶のゴブリーサビラ放送828回目の今日は11月の19日うちの国旧暦では1 0月の7日見ぬ日エビにゃさて足火八五八八十五八という言葉がありましてね8月はほら法然祭とかの行事がいっぱいあるから。 あれなんだけど楽しいんだけど10月は行事が少なくてね楽しみがないからアチファチ10月という表現があったりするんですねでもその中で10月ってほら空気が乾燥する時期なんですよねなので主に旧暦の11月1日を中心にした良き日に火事除け火災防止の祈願をする行事があるんですねその名も釜間合いと言います文字通りかまどをまぐるあの回ることになるんですけどね 日のととか日町のうがんとか言ったりします村の代表とか神役が御嶽でまず火災よけの祈願を行いましてねそれから各家を回ってかまどはしっかりしてるか火の元は大丈夫かといって点検することからかままいと言うんですね戦前まではね青人たちがよく時代劇出てくる火の,の用心カチッカチってやるじゃないですかあんな感じで標識を打ちながら「日町ゆたしくデービル」とか。 ひーまちかんよーしみそーりよーとかね行って村を回ったそうです面白いのがねおまちうさぎやびーしがちじだやびんどうっておまちという言葉が出てくるわけおんまつねまつとひーなのかけがあるわけって思うんですけど昔はこのひファイヤーのひねこれに対する恐れとか神聖子からひっていうのは直接言うのは避けたそうですそのためにまつと呼んでさらに尊敬語をつけておまちと呼んだそうですね 火火といいううのはさ火玉が起こすという考えもあってね小屋を作ってわざわざ火をつけて「ひどいひどい」と言いながら水かけて消す女性陣はまじないで「ほうはいほうはい」っていうそういったことも昔はやってたそうです。でね火消しといえばシーサーでしょでシーサーシーサーって皆さん拝む日ってわかります意外とないんだよね。ところがねこの釜前まえの日に拝むというところが結構あります。 でその時面白いのがうじゅうとかあのうちなりうさみとかうさぎのケじゃないわけすくのね例で言うとね赤いまんじゅうと白いまんじゅうこれをお供えしたという例がありますねさあカまマい皆さんね火、えー、事には気をつけましょうねさて皆さん沖縄再発見の旅鯉の島南部編11月の26日日曜日にやりますよ沖縄今度はねね中部出発で、ね S, S のところのあのののととこころろバス停それから中の町の2カ所で迎えていきます沖縄ワールドに行きましてね王国時代にタイムトリップしたようなあの街並みを歩きつつ迫力のエイサー演舞それからね意外と知らない貴重な資料館があるんですよそこも案内できますしもちろん熱帯植物園もあるし久しぶりに草っていうかもしれない玉泉堂そういったところを訪ねますね。でそこでランンチバイキングを楽しみます あそのの前にねも行きますよそして南山城ねなかなか行ったことないっていう人多いんですけれども南山城を訪ねまして南山の秘密歴史の裏話こういったものを話しておみんちゅの町糸満の様子を知るくくる糸満っていう中に資料館がありましてねそこへ行ってさらにふるさと公園の古民家そして、えー、白,く白浜節で 終了となります。向かいの道の駅とまに買い物に行きますのでね是非、えー、まだまだ席空いておりますのでお申し込みよろしくお願いいたします料金が大人1万円となってるんですが再発見ネクストの対象ですので割引で8000円さらに1000円分は地域クーポンがつきますので実質7000となりますよ「050-5533-2525」25 25「沖縄ツーリストまでおにぎり屋敷居」「抹茶エビンドすさい。 それでは次のコーナーです。沖縄の,南田の,のなんだ床の間と床の間なんでしましょうね。床の間っていうのは床の間に祀られている男の神様だそうですね。香炉置いてあるんですよ。で、床の間には他にね。服610みたいな字の置かれた掛け軸とかよく三神が置かれていたりしますね。まあ、花台という木星の低い台を中央に置いて。 お茶を供えるお茶と、ね、これを備える湯の実コップそれから酒を入れる酒漬を並べたりします花池とかこう6個ともありますね地日立ち15日それから屋敷の拝みの時に拝みます床の間といえばさ床の間には中国は書の国だから書画学家があると日本は武の国だから刀が置いてあるとで沖縄琉球は芸ということで三神が飾られているとよく言いますよね ところがね、中国にはそもそも「とこの間」自体がないんですねこれ日本文化だからねで日本ではね諸蛾をかけてがとか絵をかけてねその前に「三具足」というんですが航炉ろうそく台花行を飾るそうですねでこれが室町時代頃にできたそうですで琉球でも首里城とか上流階級の家でこういったことをしていたとなのでさっきの表現はイメージを言い表したもののようですね で床の間っていうのはもともとはなくて普及は近代以降だそうです。だって大国時代はね一般庶民の家は近代過ぎてからも穴屋といって掘った手小屋が多くてね床の間っていうのはなかったわけ。なので徳の間を祀る神あの家もなくてあんまり広まなかったみたい広まなかったようですね。ただ立派な家建てると床の間作るんですが床の間の床柱はね他の柱よりも太くて立派なのでこれでこの家の財力とか。 格ととかかかそそういううういいいのを示しししていたたででですよがょさて床の間にねこの掛け軸掛けるって話なんですけれども高砂語とかね七福神っていうのが結構掛けられていると思うんですよ。これはもう中国じゃなくて完全に日本由来だそうです。特に高砂語はね。高砂語ってほら「高砂屋」って結婚式に言うじゃないですか。夫婦の和合それから長寿を持つ内容を持っている 農学の作品だそうですね。で、上と馬といって老夫婦を描いた図、これが縁起物として使われています。で他県ではね、祝い品に上と馬、つまりお,あのおじいちゃんおばあちゃんの人形を添えたりするんですが、これ喜びごとがあるときは床の間に軸物を掛けたそうです。う沖縄ではこれは一切なくてね、上と馬が家庭円満、それから福徳長寿という 解釈をしているそうですよで、しかもね、他県ではね、床の間の掛け軸は時期にふさわしいものを選んで掛けることもあるようですが沖縄では全く掛き替えませんねちなみに七福神ちょうどね、法令祭でもあったんですけども七福神ってどんな神様なんでしょうかエビス様あのタイを持っている神様ね商売繁盛と豊漁。これは日本ですね大黒天 毘沙門天かっこいい格好こしている武将の神様上杉謙信があの祀っていましたね薬除け福徳そしてこう一点の別在天うちらちゅベザ在天っていうけど弁財天だそうですね芸能知恵の神様インド由来だそうですよ福六十顔の顔の長いあの頭額がとても大きい神様と,あ、えー、とそれからね儒老人 この二人は長寿ですね。そして布袋様弥勒さんみたいな顔してる人ね神様財運。この7、えー、つの神様ですが江戸時代ごろに七福神と呼ばれるようになったそうで沖縄ででは主にに戦後に普及したそうですよ。高砂七福神日本由来の文化が内縄にも伝わってきて形を変えて残っているっていうお話でした。 ささて皆さんね、26日は南部に行くツアーですけれども12月のこの日はね歩きツアーがまだ残ってますよ。琉球歴史文化ミステリーーツアー9時15分は埋まりましたので午後の13時45分朝と駅の改札前に集合しまして朝と八幡宮五宇宙滝で泊や川の河碑それから武士町村途中草原寺とかね泊まり大亜日向館というのを回りまして。 ちょうどね第一小子から第二小子に回る時の,あの人物がねこれに関わっているのでその話をあの長瓶流解釈でなぜ滅んでいったのかなぜ天下を取ることができたのかそういったものをねお話ししてみたいと思います。それから三大歌劇のトゥマイアーカーの話そして空手の達人武士町村と泊村の学問の話で沖縄版二宮金次郎の話も出てきますよ。興味ののある方は料金2000円となっておりますので えー、沖縄ツーリストまでお申し込みくださいね。ゼロ五ゼロ五五三三二五二五ゼロ五ゼロ五五三三こちら十三時四十五分の午後の部をということでお申し込みくださいね。マッチョイビンどっさい終わってからよかったらちょこちょことね長滨とまたお食事したりとか、ね、できるかもしれませんので、えー、そうした、ね、あと十名ぐらいは入るかと思うんでねよろしくお願いいたします。 えー、ゆむやまのゆんたくするうちね時間の長いビに久しぶりこれ言ってみようかねこの番組はポッドキャストで聞くこともできますよラジオ沖縄のホームページからポッドキャストのページを探してアクセスしてみてくださいねそれから今ラジコでも聞くことできますねまた番組に対するご意見ご感想もお待ちしております同時にリクエストもお待ちしておりますよメール等でお寄せくださいね宛先は a.a.r 沖縄 .com c o JP までおにぎりサビラマッチョイビンドッサイそして11月の26日はチューブ発であの沖縄ワールドね玉泉なら沖縄ワールドを回るというツアーそして12月の9日は朝と近辺を散歩する歴史散歩ですねまさにねこのツアー2つありますのでぜひ、えー、とも皆様まだまだ席が空いておりますのでぜひご参加くださいねもう最高はね決定しておりますんで必ずやりますからね え番組のご案内や赤瓦長尾ネイビータンプ純血仕組み装置一平二平デービル